実がなってますね。はい、青唐辛子プロジェクト、実がなりております。これは韓国唐辛子ですね。大きくなるやつです。どうもマッポです。おはようございます。青唐辛子がね、もうな大きくなってきました。あ、こっちにもありますね。はい。で、支柱らしきものを立てました。はい。そこらに私木を切ったやつをがあるんですけど、まだ片付けてないんだけど、それを使って支柱になればいいやということで、支柱を立てました。で、実をたくさんなってる唐辛子もあるんですけど、隣を見ていただくと、はい、なんかね、これはちょっと枯れちゃいました。これは病気ですかね。はい、残念です。2、4、6、10本ある、株から1本ちょっと残念ながら敗退でございます。はい。で、韓国唐辛子じゃない普通の激辛唐辛子の方もなっております。見えますかね。はい。いやね、今青唐辛子ね、1パック10個、10本ぐらい入ってて300円ぐらいするんですよ。意外と高いよね。ね、うわー、ちょっとね、あれだわ、葉っぱがね、この新芽がやられちゃうのも、前回カメムシにやられたのでそれをやったんだけど、病気なのかな。ずいぶんなってきました。どうしてもこの天候だとやっぱり病気が入るんでしょうね。ダメだわ。はい。でこっちはもう順調に、もうでも少し、ほら、なんだこら、穴が開いてるね。虫かな。今月どんどんこうきっと出来上がってくるんでしょう。また大きくなったら動画上げます。はい、そういうことで、青唐辛子プロジェクト頑張ってまいります。ご視聴ありがとうございました。